はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。昨日の例のギタープレゼントの発送を順次今やっておりますんで、あの当たった方待っててくださいね。あのちなみにあのアコギの方は当たった人が地元のね新潟市の割と近所だったんですけど、昨日来てくれましたね。ありがとうございます。わざわざ来てくれてありがとうございました。あとはエレキが当たった中学生、多分ね今日のこれから夜ぐらい着くと思うんで、待ってて多分今日着くと思います。あと T シャツキーホルダー随時あの毎日少しずつ今発送準備してますので、発送してますので待っててくださいね。また来年もね、あの次は3万人達成時点でやりますのでね、じゃあ約束したように、この3万4万5万いったらもうマーティン・ギブソンとかね、10万いったらもっとすげえの出しちゃうからね、もう本当にもう必ずやりますので、皆さん一つ今後とも応援一つよろしくお願いいたします。さあ今日のギターはこちらでございます。人気のテイラーね、レアコテイラーなんですけども、これ割と最近のシリーズで、アカデミーっていうシリーズのアカデミー 10E、10E っていうタイプですね。レアコです。で、全体的にはあのドレッドノートスタイルなんですけど、少し小ぶりなんですよ。で、なんかあの弦調もスケールもほんの少し短めです。でトップはスプルース単板、サイドバックサペリね。で、後ろこと盛り上がってるタイプね、こう、わーっと。見てすごく綺麗です。あの目立った傷だこないです。そしてね、分かる方いると思うんです、このギターの特徴、ここね、ここカットされてるんだよね、ここほらいい感じ、これはいいアイデアですよね。それとこれ本当はノーマルのタイプはあのピックガードついてないんですよ。もう割とのぺーっとしたデザインだったのね。でもちろんそのまま来たんですけど、どうも僕的に、ね、あそれちょっとまた売るの嫌だなと思って、ちなみにここにちょっとカメラでテイラーっていうか、これこの形のほらピックガードがやっぱり印象あるでしょ。なので、まあ、これちなみにこれから今準備してるんですよ。珍しい355っていうね、テイラーの12弦なんですけど、まあ、今これから調整中なんですけど、この同じようなものが、これ実は純正品ではないです。汎用品のピックガードがありましたので、これをなんとなく貼ってみました。そうするとほら一気にこの、あ、通常のアカデミーシリーズってちょっと安っぽいんですよ。あのピックガードがないと、これあると一気にテイラーって感じでいいでしょう、ね、これですからあの新品のこの汎用品貼ってみました、はい。さあじゃあちょっとね、いつものようにまず弦高チェックなんですけども、6弦12フレット上で約ですけど 2.6 ぐらいです。そしてナット幅はだいたい2ぐらいだね。ちょっと細いね。あの握りもね割と薄めで、薄いかまぼこ型かな、バリと薄めです。とってもですからね、弾きやすい。まず生音ね。あのややドレッドと言いながらも少し小ぶりなんで、そんな爆音という感じではないですね。いくつかってみますね。電気通してあれですよね、ちょっと指でやるね。トーンコントロール、そしてチューナーも内蔵されています。これ押すとこうチューナーがね電源あります。これ小さなボタン電池欲しくなるんだこれね。これちなみにさっき言いませんでしたけど、指板はねあのパッと見真っ黒なのでエボニー風ですけど、これ多分あの例のリッチライトとかあの辺ですね、はい。これ今何もかけてないんで、ちょっと軽くリバーブちょっと入れるとどんな感じ。かけてちょっとコーラス軽くかけるとめちゃくちゃいいよ。あー気持ちいい。ほら
フェクト切ります。十分即戦力でございますね。弾きやすいわこれ本当に。このサイズもしかしてちょいのかな。はい、こちらあの純正のですねギグバックがこちらのね、ロゴ入りのテイラーのギグバックがこれ立派でしょ。でこちらのバッグも綺麗です。本当に状態がいいです。さあこちら大体定価が10万くらいかな。これねお値段こちらもうほぼ目立った傷がない状態のいいこのテイラーのアカデミー 10E がお値段なんと純正ギグケースギグバックがついて5万9800円プラス税でございます。皆様のお問い合わせお待ちしております。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。